山田決算会って言ってもね、続きになってるんですが、こんばんは、山田と申します。まあ、何の新鮮味もないでしょう。見てる方からしてみれば、またか、またかよというね、感じになってると思います。というのもね、収録的にはね、ちょっと空いて、るんですけど、3月のね、決算会があまりにもね、まあ大決算会ね、すさまじい、サブチャンネルを落とした瞬間、喋る喋るでね、全動画の繰り返り、ほぼほぼ全動画の繰り返りまでやっちゃいましたもんね。っていう結果ね、とんでもない大長編になった結果、なんとこの4月の、決算会が押してしまうというね、ぐらいにまで来てて、これ、5月の中旬ぐらいに放送になるの？怖え。下手すりゃ6月なのかな？ちょっとね、まだ最終盤の、ところの動画が、できてないんですけど、6月にかかってる可能性があるっていうね、もうわけのわからない。もう3ヶ月ぐらいこの決算会やってんじゃんっていうね、決算会紛糾しておりますと。いうことでございますけどね。まあ、とはいえね、やはりね、まあ、見ていくとなった以上はね、徹底的に見ていきたいなと思っておりますんでね。ちょっと、今日も、今回も、がっつりと見ていきたいと思います。ただ、まあ、前回ほどかかりません。前回はね、YouTube のところを2019年の1月からね、すべて、全月、動画、傾向動向、すべてをチェックするっていうのがありましたんでね。今回でね、さらーっとそっちの方の、YouTube の方の話をするときはね、そっちのおさらいをしながら、やっていこうと思います。まずはね、これ、もともとニコ動の決算会の動画なので、ニコ動の方のデータを見ていきたいと思います。それでは、早速やっていきましょう。って言ってもね、いつものごとく、いつものごとくとかね、もうサブチャンに回してますから、2軍落ちでございますよ。ということでね、これでね、見ていきたいんですけど、よいしょ。ニコニコはどんな感じだったかというと、3月のデータですね、ですので、になっていくと思います。そうするとこんな感じですよ、3月は。投稿本数はもうだんだんあれだな、これが。量が増えてきましたからね。固定しましょう。1行で固定と。ってことで、こんな感じと。投稿本数が47本。で、視聴回数が701。コメント数が47ということで、いいねボタンが、53いいねいただきましたよ。ということでございます。っていうので、収益の方は不在になりました。1489円のことで、まあちょっとかなり低い数字にね、ちょっと落ちてしまっておりますというところですね。まあ最低は、ワースト2、まあまあ、この10円はね、まあ、投稿開始した、直後のあれだったらあれなんですけど、こっちのね、1100円にちょっと迫るぐらいにね、だいぶ落ちてしまってるんですけど、特徴としてはね、この時と何が違うのかというと、視聴回数なんですよね。この月って実は2800再生あって、1402円ということで、単価が0.49円ってなってましたけど、まあ、これ0.49円ってね、私最初見た時に0.49円って、たっけえな。結構その YouTube 業界ではね、0.1円、0.2円とかって言われてる中では高いなと思ってたんですけど、そこからね、こうと上がってって、結構1再生あたりの、再生あたり単価ね、あれになってたんですけど、実はね、今回は見てみると再生回数がだいぶ落ちてるんですよ。もうこれはね、ちょっと原因はね、ある程度分かっております。あまりニコニコ動画向けのね、ものを作ってない、まあ、あんま YouTube 向けなのかって言われても怪しい動画が続いてますけど、っていうのは、この後また YouTube の方でもね、細かい説明をしていきますけど、ちょっと YouTube がね、ショーツ動画の投稿が増えて、あれの毎日やるっていうことになったんで、投稿本数がめちゃくちゃ増えてる。結果的にやはりね、その、ショーツってそんなに時間かからないように頑張って作ってはいるんですけど、簡略化してね、作ってはいるんですけど、とはいえね、まあ、それなりに能力がかかってしまうのがあったりするんで、まあでもちょっとね、仕事難しくて、わたわたしておったんで、なかなかね、この YouTube、ニコニコ動画の方に仕様を合わせることがね、難しい。なーってのが続いてたの。いうのがね、結構ありますね。まあ、それはね、ちょっとね、致し方ないところもあるのかな、というところがあります。で、あとは、まあ、こっちの方で、その、編集時間が、まあ、30人、まあ、倍まではいかないですけど、1.5倍ぐらいに増えて、1.5倍も増えてないかな、1.3倍ぐらいかな、にはなってるけど、まあ、結果的にその、要は、余暇に使えるっていうかね、フリーに使える時間が、ちょっと減ったところが、まあ、結局、その、
もともと愉快で使える時間っていうのはそんなにね、取ってない、もんですから、そうすると、結果的にね、その分の、こっちの、動画の方にね、ちょっとかけれる、ちょっと余裕な時間が、なかなかちょっとなかったなというのは正直なところあります。というところでね、まあちょっとね、ニコ動向けなね、ちょっとね、ネタとかもね、ある程度はちょっとやっていきたいかなというところはあるんですけど、ちょっとね、なかなか多分5月、6月、夏頃までは、そういったね、ちょっとところ、まあ、新規に踏み出せないというよりは、新規のリソースが、ちょっとショートの方に割かれて、まあ、ちょっとショートの方をいろいろといじくりながら、あっちがね、ちょっと安定するまではね、ちょっとこっちの方も、なかなか、ちょっと、がっつりと手がつけられないのかな、まあ、っていうところですね。まあ、別にね、ちょっと仕事がね、忙しくなくなってね、ちょっと、期待するとね、また、ちょっとこっちの方に割ける時間、余暇の分がまた増えますからね、そのあたりとかもちょっと考えながらっていうところですね、っていうところだったりします。まあ、でも単価で見てみると2.12ってことなので、まあやはりニコニコ動画そこまでその再生数に単純に準拠してないなっていうのがやっぱ面白いところではありますね。ですからまあ逆に言えば700再生で1400再生ですからね、ですからね。そう。まあ、もうちょっと再生数増やせるように。まあ、ちょっとね、大きいかとか。まあ、結構 PV 動画とか、やっぱ短いやつっていうか伸びる傾向あるんで、ショートのやつを持ってくるっていう傾向もあるのかなと思ったけど、やはりあっちがね、あまりにも、あっちに特化してるんで、まあ、上げるに越したことはないのかもしれませんけど、ちょっと、そっちの方も準備、するのにね、多分、セームタイム更新だと非常に難しい、ところがあります。単純に予約のあれができないんで、設定枠が10でね、設定しないといけないんで、そうするとね、なかなか、まとめてね、YouTube と同じね、投稿したとき、一緒にね、投稿してね、ピッ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 ってね、予約できればいいんだけど、YouTube は基本的に今何十本、ストックがあるのかな。もうこれ、あ、いいんだ、これ出しちゃっていいんだ。よいしょ。のところか、まあちょっと YouTube の方ですか。YouTube の方が1、2、3、あ、まあこれ、あれ、固定みたいに、30でしょ？あ、これ50まで。29ぐらいやった。今少ないね。あ、そっか、あんま作れてねえんだ。29本ですね。で、今29本予約が入っているっていう状況ですので、まあとはいえ5月11日に、まだちょっとね、あそこの部分が作れてない。ゴールデンウィークの分が実はちょっとまだ作れてなかったりするんですけど。ですので、そのあたりもちょっと急いで作らないといけないんですけど。ですから、基本的に30本ストックでも、いや、1日1本投稿の時は別に30本ストックあれば、まあ、全然いいやって感じだったんです。1日2本ってことは、これ2週間分ぐらいしかストックがないってことになるんで、うち的にはね、ちょっともうちょっと、作っておきたいなっていうところがあったりするんですけど、なかなかね、よし、じゃあ30日分まで作ろうってなると、今まではね、15本頑張ってね、ガーッと編集すればできましたけど、今30本編集しないといけないとか、正確に言うと途中でできる複製品とかも上げたりして、1日3、4本投稿とかっていうね、なってる時もありますんで、そうなってくるとね、かなりのエネルギーがね、必要になってくるんでね、まあ、ちょっとしばらく慣れるまではね、大変かなというところですね。まあ、慣れてしまえばね、このタクトに慣れてしまえば、作り方とかもね、ちょっとショーツとかね、だいぶちょっとまだ苦戦してるところがあるんで、ちょっとそのあたりとかをちょっと調整しながらですけど、まあそのあたり詳しくは、あっちの方で話します。YouTube の方の回で話をしていこうかなと思います。ニコニコ動画の方はこんな感じってことで、ニコニコのアナリティクスの方を見て聞くとこんな感じでしたよってことで、ちょっとだいぶムラがね、あるところではあるんですけど、まあ、傾向とかもわーっと出てますね。まあ、こっちはそんなに傾向、平行は、普段と変わらないですね。ちょっと女性シートが増えたかなっていうところですけど、まあ、そんなに変わりないですよね。っていうところで、やはり、出てくる感じとしては、検索で入ってくる。やっぱこれがニコニコの特徴かなっていうのはありますね。で、PC 版が多いなっていうのは、多分、向きの動画の年代とかも影響があると思いますけどね。っていう感じになってますよといったところでございます。他は特に大きな変化はなしということなんで、その収益なデータですよね。がどうなってるのか、3月分のところを押してみると、よいしょ、こんな感じで登録されてるのがこんな感じということで、
申請、3月申請のやつで、これ3月申請分のやつか。で、1400円ということで、まあ、じゃあ、この月の方がちょっと上がりそうな傾向になってますけど、まあ、決算会がね、始まって、その前のやつとかが、まあ、ちょろっと入ってる感じですね。1円、3月分で1円とかっていうのがやっぱずっとあってっていうところなんで、ああ、これ別に、あれですね、あれなんですね、申請日時が新しい順ですね。累計収入多い順。だと、累計じゃダメか。今月分の獲得予定。これだと4月分になってしまうか。っていうところですけどね。まあまあまあ。やっぱちょっと古い動画でも入る、で、定期的に入るっていうのは大きいな、っていうところなんで、まあ、YouTube の方でもね、言ってましたけど、コンテンツ数重視でね、行くっていうところで、まあ、うちも1000、ニコ動の方も1100動画、なってきましたんで、このあたりね、もうちょっとね、どんどんと投稿数を増やして、まあ、基準ちょっと YouTube の方になってしまいました。YouTube の方でね、まあ、とりあえず2000再生ね、2000本動画、投稿、まではね、とにかくちょっと、リソース集中して投稿していこうかなと思ってますんで、ちょっとそっちの方とかでね、何かね、活動をね、見出せればと思います。まあ、こういう時普通はね、ちょっとね、質の高い動画とか、客層をね、しっかりと狙った動画とかって感じで、やるんでしょうけど、まあ、性格的にね、どっちかというと数、ガンガン打っていく方のがね、向いてはいますんでね、そっちの方でガンガンとやっていきたいなと思っておりますと。夕暮れかな。まあ、ニコ動の方はこんな感じかなというところでございますね。まあ、半分ちょっと YouTube の話もなってた気もしますけど。で、YouTube の方の収益データの方を、見ていきたいなと思います。まあ、そっちの方で動画とかも、細分で見てるんで、そっちの方で見ていこうかなと思いますけどね。